怪我との戦い、弱さも赤裸々に告白、から羽生譲弦辞書伝、青い炎の編集者が語る魅力、知り続ける。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。羽生譲弦さんの素顔が、編集者に寄り明かされました。現在発売中の、羽生譲弦辞書伝、青い炎、屈強、不況変、不奏者館。 初の世界選手権で銅メダルを獲得直後の2012年に発売された青い炎、ソチオリンピックでの金メダル獲得後の2016年に発売された青い炎、師匠編に続くシリーズ3冊目となります。ハブさんが怪我と戦いながら平正オリンピックで金メダルを獲得し、2020年の四大陸選手権で男子ギュアスケート史上初のスーパースラム。 を達成するまでの2016年から2020年のシーズンに密着した、青い炎、屈強編。スーパースラム、オリンピック、世界選手権、グランプリファイナル、四大陸選手権もしくは欧州選手権、世界ジュニア選手権、ジュニアグランプリファイナルをすべて優勝すること。この本の編集を担当した、大久保香織さん、不走者にインタビュー。青い炎の一冊目、以下、から。 ハブさんを見つめ続けた大久保さんだからこそ知る、ハブさんの素顔や魅力を語ってもらいました。青い炎を屈強編、編集、大久保香織さんインタビューの制作はどのようにスタートしたのでしょうか。2011年の東日本大震災で、ハブさんが練習していたアイスリンク仙台が被災したと伺い、私たちに何かお手伝いできることがないかと考えて、チャリティーブックを作りませんかとご提案したのが最初です。 震災後、ハブさんは全国のスケート場を転々としていたので、印税を遠征費の足しにしていただけないかと考えたんです。ハブさんは、ジュニアからシニアに上がったばかりでしたが、彼のこれまでのスケート人生や、被災してご苦労なさったこと、スケート感や目標についてなど、見る人を惹きつけるルックスも含めて、かのことを広く知ってほしいという思いがあって、自助伝という形でまとめることになりました。 ご本人とおかか様から、支えていただいた方々へ感謝の気持ちを伝えたい。また印税は全額、アイスリンク仙台に寄付をしたいというお申し出をいただいたので、ハブさんの印税と弊社の売上の一部を寄付しております。青い炎というタイトルは、今、振り返るとまさにハブさんの競技人生そのものという印象を受けます。タイトルはどのように決めたのですかの表紙は、写真家の野とあたいさんの撮影で、 ハブさんが海の波を表現した衣装、11から12シーズン SP、思想をまとっているのですが、波の表現が青い炎が燃え上がっているようにも見えました。当時のハブさんから、自分の内面に燃える魔剣気や強い思いを力に変えていく選手だという印象も受けたので、青い炎というタイトルをご提案しました。の時17歳だったハブさんは、続編となる、小編以下、で飛躍的な活躍を見せました。 その成長をどのように見ていましたかハブさん派の発売直前の世界選手権で3位になり活動拠点をトロントに移すことになったのですがまだ17歳でご家族や大好きな地元の仙台と離れるのは大きな葛藤があったと思います。それでも自分が目指す理想のスケートを追い求めるために覚悟を決めて新しい拠点でたくさんの刺激を受けながら飛躍していく姿を非常に頼もしく拝見していました。 インタビューを重ねるごとに、興味や関心の幅がどんどん広がっていくのも感じましたし、ハビエル・フェルナンデス選手をはじめとした仲間やコーチ、振付師の方々に触発されて、成長された部分も大きかったと思います。ただ一方で、ご本人の芯になっているスケート感は全くブレることがなくて、と、でおっしゃっていたことが、2位収録されている平イオリンピックでことごとく実現されていきました。 は予言の書なのではないかと思ってしまうくらいでしたが、笑い、それはハブさんの中の理想が一貫しテールからなのだろうと感じています。その理想とはどんなものだったのでしょうか ?10 代の頃から理想に掲げていたのはエフゲネフプロシェンコ選手。優勝して満足することなく、その次は優勝した自分を超えて勝ち続ける姿に憧れていました。 2018年のオリンピックまでは自分もそんな戦いを続けて、金メダルを取りたいと、で語っています。また当時、2010年バンクーバーオリンピックでは4回転を回避する選手も多かったのですが、ハブさんは、平昌オリンピックでは、4回転が当たり前の時代になると読んでいました。でも、自分はサルコウとト,トゥーループの2種類くらいでいい。あとはスケーティングやプログラムを完成させたいという軸からブレることがなかったんです。 平正オリンピックでは、怪我の影響もありましたが、まさにサルコウとトゥーループで勝負をして優勝しましたし、の時に、ジャンプがステップやターンの一部に見られるくらいにならないといけない。ジャンプだけではなく、スピンやスケーティングを含めたトータルパッケージで戦っていく。それが、フィギュアスケートだと語っていらっしゃった。ハブさんの揺るぎないスケート感に、驚かされました。自助伝だから語られた、人間、アニューの持つ、 弱さ。では、ハブさんが怪我に苦しみ、そこから立ち直っていく様が克明に描かれています。アスリートが怪我について公に語るケースは、そんなに多くないですよね。確かにスポーツ選手は、大会の公式会見などで自分の怪我について詳しく語りたがらないですよね。言い訳に聞こえてしまうケースもありますから。ただ、青い炎は自助伝ですので、今だから話せるというお話を深掘りりすることができました。 怪我の痛みや辛さについて、ここまで率直にお話しいただけたのは、ハブさんにとっては過去のことで、それを乗り越えてきた強さがあったからだと思います。完璧な、王者、羽生結弦というオフィシャルの面で見せている顔とは違った、人間、羽生結弦の弱さまで赤裸々に明かしてくださったのは、自助伝だからできたことだと思いますし、この本の最も面白い部分なのではないかと思っています。大久保さんは、 人間、羽生譲るのどんなところに魅力を感じているのでしょうかカメラマンが撮影した膨大な写真の中から、掲載する写真を選ぶのが私の役割なのですが、ハブさんは本当に多彩な表情をお持ちなんです。表情は驚くほど目まぐるしく変わりますし、頭の回転が速い方なので、撮影中にもこちらの要望に即座に反応して、様々な表情を見せてくださいます。 10代の頃のような子供らしい愛らしい表情は、さすがに20代後半に入った最近ではなかなか見られなくなってきましたが、と、のカメラマンの朝倉慶子さんは小さい頃からハブさんのチャーミングな表情を切り取ってきた方。朝倉さんがカメラを向けると、普段とは違うおちゃめなポーズや表情を見せてくれるんです。そういった写真を見ていて、ハブさんの大きな魅力の一つは、やはり、ギャップにあると感じました。 競技中の危機迫るような迫力のある表情と演技が終わった後のふにゃっとした表情。そこが多くの皆さんを惹きつけるのだと思いますし、私もそういう表情に魅力を感じています。また、青い炎の趣旨に沿って言えば、何十年に一度現れるかどうかという才能を持った青年が、東日本大震災という未曾有の災害に直面し、果たしてスケートをこのまま続けていいのかと苦悩して、その後、 少しでも被災者の皆さんの励みになればという思いで競技に挑んできました。自分のためだけではない、何かを背負ってスケートを続けていく、そんな運命を引き受ける覚悟が、彼を唯一無二の存在にしているのではないかと思っています。プロ転校の、今だから話せる、2019、2020シーズンへの思い、編集者の立場からおすすめしたい、の読みどころを教えてください。 ハスポーツライターの森山よしみさんが2016年から2020年四大陸選手権までの数々の大会で取材したインタビューなどで構成しているのですが、その他に本書だけのために、新たに2019、2020年のシーズンを振り返っていただきました。自分で感じるスケートの手応えと評価の乖離など、ご自身の競技人生の中で最も苦悩したシーズンの一つを振り返り、ある種の 悟りに至るまでの心境を初めて語っていただいたインタビューは、まさに今だから話していただけた貴重な証言だと思います。ちなみに、のサブタイトルの、屈強という言葉は、この上なく優れたもの、究極のものという意味なのですが、他の選手との、順位を争う、競技としてのフィギュアスケートのあり方に縛られない、現在のハムさんを象徴する言葉だと思って選びました。また、ポンシ週発売ということですが、 どのような内容になっているのでしょうか。お出した2016年からの出版にこぎつけるまで7年後の時間が空き、いろいろなことがありすぎました。もともとは1冊にまとめようと動いていたのですが、ハブさん側から2冊に分けてはどうか、というご提案をいただきました。ですから、は北京オリンピックに向けての歩みと、プロに転向して前人未踏のアイスショーを作っていく過程など、 この続きから現在に至る道のりを追っていく内容になっています。最後に、の先にある今後のハブさんに期待していることについて、聞かせてください。プロ転校後のアイスショーを拝見していると、ハブさんのプロデュース能力の高さに驚かされます。2月26日には、東京ドーム単独公演、イアーラハニーアイスストーリー2023、ギフト、アット東京ドームを開催しましたが、自分で物語や構成を考えて、 たった一人で東京ドームの観客を虜りこ、にする演技を見せるなんて、ハブさんにしかできないことだと感動しました。また、これだけ注目を集めているお忙しい方ですから、競技生活中はコンサートに行ったり、ミュージカルを見たりということがなかなかできなかったと思うのですが、プロに転校したことによって、様々なアーティストとコラボレーションの機会ができて、きっといろんなインスピレーションを受けると思うんです。今後もスケートを通して、 スケートの枠を越えて、私たちにどんな世界を見せてくれるのか、本当に楽しみにしています。無事テレビュー。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。